北九ると、曲集山が。あ、ミラーのドアミラー、あれもそうです。えー、曲集山のその性格は俺大で<ー> <laughs> 下首はね、ずっととにかく寝てるっていう、ファンの冒涜だね。いや、まあ、そうですね。<ー><う>皆さん、こんにちは。<laughs> えー、高田るきです。よろしくお願いします。改めて、ブラックでよろしくお願いします。 まあね、こう長い場所いやそのはいこうまあ箱がね、うん、どうなるかっていう話をあります。まあ、まあ、モンゴル意外と詳しいじゃん。あ、そうなんです。ちょうどねこのモンゴルはこの7月6月中旬から7月にかけて、うん、ナーダムっていうあの国民的お祭りがやるんですね。そこにはあのそこであのいわゆる モンゴル相撲も横綱が毎年1回できるっていう大会もあるんですけど、うんうん、でそこにはもうだからもう男連中はその相撲部屋はないのでいろんなその地方でだんあの代表が出てきて、うん、であの国立競技場みたいなところで一斉にみんなでやるんですけど、うん、あのそれを結局もうモンゴル人はもう絶対見たいので。うん 当時、朝青龍がまだよ,、ね、よく現役でいる時もで今の多分白鵬さんもそうだと思うんですけど、うん、本当にそのナーダムの国際放送でそれを生で見たいもんだから宿舎のところにもパラボナアンテナ持ってきてすっごいそのコードはわして朝青龍の部屋につなげたりとかホテルが映らなかったらホテルに何とかしてその部屋だけ映るようにしてくれとか。うん まあそれぐらい本当に熱狂的な行事なんですけど、うん、国民的行事なんですけどだから彼はもう当分の間も日本にも来ないって言ってますし今頃は多分朝青龍は馬に乗るのが好きなんで、うん、毎年その朝青龍の馬が出るんですよ。うん、でそれにそのいわゆる日本でいうジョッキーですよね。うん、優勝候補になるようなジョッキーを推薦してでその子に乗せて 優勝させながら自分の馬にも評価をもらって、うん、で馬、まあ、主みたいな感じの感覚ですよねそう,なんだそういうのにすごい力を入れてますからうそ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 う,そう今頃だからそれこそ白鵬さんにしても他のねモンゴル力士の人も多分見れるように一生懸命みんな努力してんじゃないですかそう, <laughs> そう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 。えー 大変でしたよ、現役の時は。だからもう寝ずに、え時差はまあ若干あるんですけど夜中もやってる競技が多いんで結局ずっと寝ずにそのまんま本場所行って、うん、下首輪でずっととにかく寝てるっていう、うん、いやこれであの高野花さんの時から千代の富士山とかあの辺の時代ってそのパーテーションとか作ってないですよね。うん 高野原さんぐらいの時間はタオルでちょっとこう、うん、隠すような感じの時代になって朝青龍もちょっとそれを真似して付き、うん、人にターバスタオルで仕切りみたいな感じありませんでしたでその中で「マッサージ中です」とかって言いなんか言いながらただ寝てるっていうそうん、そう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 いうのずっとありましたね。うん うそれだ,だから今日はまあそういうことなんだね、うん、って汗流さなくていいんだっていう,ういいそういうふうなそういうのをこう,うやっぱりこう激しかったんだろうねその時期がね,そうですねだから下首は中だけでもよく分かりましたもんね、うん、でもあああパーティーション始まった」って言って今日取り組み見て「ああなるほど」<laughs> っていう。 あもう俺らもじゃあもう車の中で寝てるねっていう日もあったしややっぱファンの冒涜だね。ね、ね。いままああそそううすすちょっと名古屋場所のその下首屋もやっぱちょっとずるずる側の部分があって、うん、でまあ特に名古屋場所なんかはそのねああのまあ、これこっちの話でいいのかわかんないですけどあのね 砂かぶりのところにとあるねあの反社の人が座っててっていう問題もあったぐらいで、うん、でま支度部屋にも何人かこう出入りしてて、うん、でそこからもうあの立ち入り禁止の制度もできましたよねあの第三者がで、うん、入れないみたいな支度部屋に、まあ、昔までは全然平気だったのが急にもう出入り禁止にもなりましたし、うん、そう。 もう一般の人も平気で入れたもんね。全然入りました。ねそうです。地方は特に。親が現役の現金取ります。そうですそうですそうです。うん、まあでもそういう意味であのいろ名古屋場所でなんか問題が起きてなんかいろんなルールが変わってったっていうのは結構ありましたね。うん、なんだっけあの朝サシュールと曲終さんが、はい、あミラーのドアミラーあれもそうです。えー、だだ,だどうなったもう忘れちゃったけど俺。俺もあの,あのね最終的になんか引退してからその話になって のがあって、なんかテレビかなんかで、うん、なんかちょこっとそのややってましたけど、うん、お互いにもうあの北向いてましたよ。もうもういいよ。忘れてって言って。<laughs> そう、もう単,単純にあの時は、うん、あの時のでも、あの背景ってあの曲集山を番付で朝青龍が抜いて抜いた直後なんですよ。うん、だからどこまで行っても。まあ相撲界で言うと先輩が兄弟子。うん 番付は、まあ、ちょっと置いといたとしても、でも、まあ、結局朝日新ルの中では兄弟子だけど、お前の番付抜いたぞと。うん、ね、だからお前がもしも、俺になんか文句言うなら、俺の番付抜けよっていう背景があるんですよ。うん、で、それなのに、あ、まあ、あの、曲集も。おいや、俺の方が兄弟子だろうって、うん、そこのも、せ、あの、競り合いなんですよ。<ー>番付俺上、いやいや、俺は兄弟子っていう。うん、そこでも、全然もう。 ガチっちゃってちゃたってう。もうやっぱり日本人の感覚とはうだからその部分でやっぱハングリー精神はやっぱ強いですから、うん、だから文句兄弟子に文句言うためには俺が横綱になれば文句言えるんだろうっていう感覚が浅流なんですよ。うん、でも曲衆は俺が日本に来て初めて相撲で関取になった先輩だぞっていうのを、うん、弱くなったとしても俺がずっと先輩だろって、うん あれで、あの二人はもうずっと常に喧嘩ではい仲たがいしてた仲たがいでしたねあの時ははい旭秀山がさ俺も関取で会った時に沖ノ島の巡業があって飛行機俺早めに取ってたのねでそれでいっぱいでそのなんていうのキャンセル待ちしてたの2番目かな 2> 2番目でほんでずっとキャンセル待ちで待ってたら、うん、いきなり徳さ山が外交特権バーンと見せて、うん、ああわかります<で>かります,かりますでもう何も何もそのままそのままスッとスルーで入ったからほんでそれで「いやまあ先輩待ってんのにまあそれはないだろ」うとか言ってもねわかるわかるわか,か,か,かる。ねもう若い時大概だって 細川やったり面倒見てたのにもうそういうのってないんだよね俺はだって外交あいつらのままあ,のあいつらって言っちゃいら <laughs> あのいやあのね結構に相撲で成功した人間は2つ二重パスポートで国モンゴルが大使館通じて発行してて2つ持ってるんですよであのなんかそ,<う>そのそれはないだろうみたいなところでなったけど <laughs> もうそれからもう そうやって、もう先輩は先輩と思わないようにその曲集団のその性格が俺大嫌いだった本当いやになんかさ俺はだって外国のだって偉いさんなんだから若い時はもうね飯も壊したり小遣いやったりさいろいろ泊まるとことかも全部世話してあげたりして頑張れ頑張れって言って応援してたら関取になった瞬間ガラッとか。<laughs> ああこういう国民性なんだなと思っていやいやそうですねそうですね本当に俺結局飛行機乗れなくて <laughs> 次の日沖ノ島からあの船乗って <laughs> あで帰ったんですかはいそれでそれでもうーわらとか言ってってだもうそんなもう十年ぐらい俺の方が先輩だからねただただ鶴竜さん彼もモンゴル人なんですけど あんなモンゴル人の方見たことないっていうぐらいよく、うん、はないし揉め事は嫌いだし、うん、でなんかうんただ闘争心がないのによく横綱になれたなっていう噂は分かんないんですけど <laughs> まあやめたらじゃあすごいよくなるんだろうに、ねね、そう,いう ああこんなモンゴルの方もいるんだっていうぐらいでんそうなんですすごく優しい方なん,んですよね。あんまり喋ったことないからいそう私もねそうただだからもともと朝青龍の付き人がその,もう土俵あの横綱の回し綱の締めの締め込みでどうしてもいるっていう話になって、うん、そ,のそっちへ出向し,して付き人頭やってたんですけど。うん もうほんと,月とすっぽ、月朝日を入れたら月とすっぽん <laughs> あそうもうへへあの場所終わったらもうどこも行かずにすぐ部屋帰る、うん、部屋入ったらもう一歩も外出ない、うん、で次の日ちゃんと稽古降りてくる、うん、も,うすもうどこから切ってもど真面目っていう,もうじゃあそういう子はやっぱこれからの相撲協会に必要かもしれないですねでも彼は残ったんですよね 残った残ったですよね、うん、残ったですよねよかったよかっただから残ったからね、うん、彼どれどの部屋株いったんすかまだ,はあまだまだそのま,まってるんだまだ隔離じないですか回ってくるんですかいやそれはだってんな人間の感覚だから分 <laughs> かんないよね。急にだってねでも、ね、まあまあ隔離っていう名前で 5, 5年入れるかまあ5年ですよね その中でどういう,ふうな、うんはいまあこうやって YouTube やってたらだって変わってくると思うで5年<の>もたてば、うん、ですよねうみんないやいやかるよててボノさんみたいに結局あの買いもらえないからあのプロレスに行っちゃうっていうパターンはない,ですかいや隔りはないんじゃないかな浅野 <laughs> 山が正直に言わなかったっていう意味もね分からんでもないのよ、うんうん ある人から連絡があって知らん顔できないような状況にしますよそうですよね俺なんで浅野山が気にするかって言ったら殺傷 <laughs> <laughs> ですけど俺,俺も